はい、どうも皆さん、こんばんは。2月21日火曜日、本日はキコナ府中店から生放送です。せーの、府中にラジオ。いつもと違う、いつもと違うじゃないですか。いつもこんなことやんないでしょ。いつもこうキラーみたいな、キラーみたいなやつですけどね。今日も、ダチと杉本でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあもうね、サクッと今日も1時間しかないんでね、こっちだけサクッと行きましょう。はい、お願いします。今週真相回転をいただいております。はい、ここですね。今週は寝台としてライトミドルの CR水戸黄門3というのと、はい、あとはスロットですね、まあ、今日の実践台になりますけども、はい、エヴァンゲリオン、勝利への願い、はい、スロットですね。そして、お客様のお声にお応えしてリバイバル導入、はい、北斗の拳、はい、聖剣救世主伝説というところがリバイバルで、また入ってるんですね。入っておりますので、はいはい、こちらが、今週の当店の真相回転となっております、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね。なんかしっくりこないな今日な。はい、ということで、あちゃ府中の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。見るる見てるということで、どうでしょうね、見てるんですかね今日は。見てる、はい、見るる出てないってことは痩せなかったのかな。ああ、なんか太った言ってましたもんね、前回ね。言ってましたもんね。はい、こんばんどうした。おい、見るるん出せや。ごめんなさい。お次、完全に府中放送レギュラーになりましたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。見るるんいねえのか、寝るわ。お疲れ様です。見るるん登場。あ、見るるんコメント出てきたかな。ミルルンいないと一気に男臭くなるよ。もうしょうがないですよ。もうミルルンしかね。まあまあそうですね。こんばんは、こんばんは。だって相変わらず人の良さそうなおじさんで安心しました。はい、ということで今日の白騎士は、パチスロのエヴァンゲリオン、はい、勝利への願い、こちらですね、はい、1時間打っていきたいと思います。まあ1時間しかないんで、ちょっといいところ見せれないかもしれませんけれども。そうですね。はい、まあ。剛腕がいますね。剛腕が次もいるから、今日もね、いいところ見せたいと思いますね。はい、皆さん1時間よろしくお願いします。お願いします。コーナグループは創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということで早速ね、遊戯の方始めてもらってますけれども、はい、で簡単なスペックというか、どんな台だよっていうのをね、はい、簡単に説明していただけるといいかなと。今回のエヴァンゲリオンは、はい、まあ、A タイプではなくて、はい、まあ、A プラス ART ありますね、はい、で A の方が約、まあ、138分の1から128分の1、はい、ボーナスですね、ビッグレギュラー、はい、で ART が、557分の1から378分の1で、はい、ART とボーナスで絡めて増やしていくっていうタイプになりますね。はいはい、なるほどな。まあまあ、はい、あのまあ、ボーナス、まあ、ビッグとか150枚取れるんですけど、そうです、はい、出現率がちょっとビッグは900分の1ぐらいと、ちょっと重めの、はい、感じになっててですね、まあ、レギュラーは130とか50ぐらいの軽めになってますんで、まあ、基本的にはレギュラーしか来ないかなというところはあるんですけれども、まあ、あとは、ART 通常時の、リプレイタイムですね、こちらで増やしていくようなデナモ性能となっております。はい、はい、ダイエットに失敗したミルル、時間通りの配信どうしたのさということでね、まあ、1時間しかないですからね。アトロ高校部中店の皆さん、こんばんは。こんばんは。ミルル見てるなら明日蒲田店に、あ、10時に来てね。あ、そう、明日営業中の放送が蒲田店でありますので、あ、明日やるんすね。はい、時間のある方ぜひ蒲田店遊びに来てください。ミルルはそのままが一番だよ。いや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 、いいこと書いてくれる人いるじゃないですか、本当ね。今日も僕ね、あの来た時ミルルンいたんで、ちょっとお話しましたけども、相変わらず元気な感じでね、可愛かったですよ。はい、初府中、今夜行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。生ミルルンの破壊力に脱帽と店員に騙された、呼び出しに手を挙げるのを初めて見て、知らないから騙されて振り返ってしまったと。あ、なるほど。あ、ね、なんか手を挙げるんですか、呼ばれた。当店はまあ、お客様のコールランプを、はい、対応しに行くときに行きますよっていうことで、あ、手を挙げるんですね。いや、ぜひまたご来店よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。ミルルに抜かれに行きました。あれ、今日いないですよ。いないまうちたいということでね。
まあまあ、あの今週から入った寝台ですの で, そうです、ね、まあまあ、ぜひあのホールに行ってね、うち行っていただければと思いますけれども、まあ、気候の府中店は何台導入してるんですか。じゃあ3台導入となって、はい、3台ありますので、はい、ね、あのもし来る機会がありましたらね、府中出てください、はい、圧力は明日は何を打つんですか。明日はね、まあ、水戸コム打ちたいなと個人的には思ってますね。ミルルンいないなんて最低。あ、ダッチ久しぶり。あ、そうですね、僕久しぶりですね。そうですね、はい、ダッチ久しぶりですね。なんだかんだ、はい、まあ、あのユートピーに出してもらえないので。そうですね、はい、お、ちょっとスゲモンチャンスっぽいけど。そうです、ジャックチェリー引きましたね。はい、ジャックチェリーからの発展はどうでしょうね。まあでも絵が綺麗ですね、映像が。いや、そうですね、やっぱり、 やっぱりこの台は一番新しい劇場版ですもんね。はい、あ、まあ、ダメですね。はい、今ちょっとポイントが今たまりましたよね、右下のところで。そうなんですね、はい、これちょっと説明してもらってもいいですか。あ、こちらあのチャンスゾーン、はい、こちら連続エースに失敗すると、はい、ポイントがたまっていくんですね、はい、であるポイントまで到達すると、はい、こちらレスキュー作戦でしたっけ、はい、こちらのチャンスゾーン、はい、期待度 50% のチャンスゾーンに突入します。そうですね、まあまあ1万ポイントいけば、はい、一応そのレスキューに行くんですけども、まあ演出で外れたりするとこう溜まっていくよっていう感じですね。はい、そんなエヴァ放送時に、はい、皆さんこんばんは、秋田から見てます、ありがとうございます。 ありがとうございます。久しぶりに入銀の戦国打ったら17連した、すげー。そうですね、4ラウンドの、確率高い騎士だから1万発ぐらいだったけどね、あれですよね、突破型だからあの継続率高めのやつですよね、はいはいはい、確かね、はいはい、圧力見てる見てるよ。明日何時までやるんですか。明日は4時ぐらいですね。見る、あ、違う、圧力もそのままが一番で、ありがとうございます。ダッチ手を上げるときは脇も隠してね。ちょっと処理します。お、ちょっとなんか演出っぽいですけど、はい、これスイカ斜めに取れたら多分弱スイカですね、中段に一直線揃えば強スイカ、え、強スイカかもしれないです。斜め強スイカ、斜めが強、はいはい、もしあれか挟んだ方が良かったとかそういうのもね。あ、一応発展しましたね、発展しましたね、はい、お、これは特別警戒中、おお、入ってました、はい、インパクトこれが、レギュラーボーナス扱いです ね、60枚ぐらい取れるんですね。あ、ね、これ大チャンスですね、これこれ大チャンス、特別警戒中、はい、ボーナス当選時の ART 期待度だからこれは降格っぽいところですね。あ、なるほど。で、一応ボーナス中にですね ART とあの抽選をしている、ボーナス成立時&ボーナス中に抽選しているということで、まあ、ボーナスがやっぱ ART の近道というかそんな感じになってますね。はい、ビスティです、すいません、エヴァ やめていただきます、すいません、あれら、アツロクさん、今は大事な時期でしょ、発情期なんだから、上野にベイビーを、どういうことだ。次もなんか面白いことして、面白いこと、うん、いや、ここからいい引きを見せますんで、そうね、毎回引き強いからね、次もは、あ、おこれは、これ、ヤシマ作戦、あ、成功、成功したっぽいですね。お、あれ今当たったか、当たったかと思った、今だいぶためがあったの、ためあったね、ということぐらい発で、え、ちょっと待って、当たってるっぽくないでも、あれ、あ、これでも逆転スパターンだよ、ね、逆転演出、おー、はい、ということで ART、 はい、決まりました。いや、剛腕だな、いや、すごい一発。すごいっすね、さすが、はい、まあ、今ダッチが入ってるこの特別警戒地みたいなこことかは、ここでボーナスを引ければチャンスってことですね。はい、ちょっとちっちゃくない、ちょっと小さくすぎました。もう一個、もう一個、一個か二個ぐらい俺を上げてもらって、はい、府中店の皆さんこんばんは、こんばんは、バレンタインはミルルンからチョコもらえましたか。あ、そう言われてみると、そう言われてみるとなんかもらった気はしないですね。もらった気はしない、なるほど。肛門が取れなかったらポセイドン全通、ポセイドンまだ入ってないよ。この台シンジ君が綾波レイに暴走する演出は入ってますか。いや、今のところ出てこないですね。そうですね。府中店の皆さんこん、あ、これなんだ、明日の夜の方は、夜の方はないんですか。明日の夜は何点かな、ちょっと待って調べる。明日はありますよ、水曜日なんで、タウンライトかな、明日あります、ちょっと予約ミスで多分入ってないだけです、すいません。うーん、4時頃まで仕事次第だけど行きたいよ、あ、ぜひ来れたら来てください。ガンツと肛門で個人的に強楽の印象が良くなった、あー、うん、確かに強楽今乗ってますよね、
ですか。そうですね、確かにガンズあたりからすごい面白い、ね、そう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 、台が増えたなっていう感じはしますね。まあ、水戸コムもね、なんか良さそうな感じだもんね。そうですね、やっぱり映像も綺麗ですもんね、ね、新しい広告だから、はい。エヴァの映画っていつやるんだろうね。ああもう、うん、僕も映画全部見てるんで、うん、もうなんか諦めの極地に行っちゃってますけどね。なるほどね。はい、ということで今 ART 入ったんですけど、 ART は基本何ゲームなんでしょうか。じゃ基本が、はい、50ゲームで前半と後半パターンがあって、はい、今はエヴァソウル、はい、こちらのポイントを貯めてって、はい、で最後にこのポイントで、はい、師匠とバトルをすると。はい、あれですか、じゃあ北斗とかそういうあの勝負玉貯める的な。そうですね、できないやつですね、はい、はいはいはい。久々にパッチアマで1万発出ました、おめでとうございます。すごいすごい、すごい地味に自身初打ちだったので第一の白鸚記、あー白鸚記ちょっと懐かしめだね。お杉前回のまだまぎ本当すごかったよ。ありがとうございます。プライベートもプラスですか。プライベートは、うん、まそうですね、プラスではないですね。はい、あではないと、ね、そうですね、うん、最近ちょっとパチンコの北斗無双にまた、うん、ハマりだしてですね。あ北斗無双、まあ、はい、面白いからね。面白いですね。ミルルはチョコじゃなくてドーナツ差し入れました。あそうだそうだそうだそうですね。いやいや今思い出したら今思い出したらおかしいでしょ。ちゃんともらってるのにね、ミルル今のは本物でしたね。本物です、今の本物です。エヴァ映画予定は、去年の冬だったのにな。そうですよね、もともとね、ミルルとぬか玉って抱きしたのに杉門で行っちゃったじゃないか。杉門謝ってください。杉門とロリスケって同一人物ですか、似てないですか。いやちょっと違くない。そうですね、多分ロリスケの方が顎出てますから。確かに。まあ、この間カイジのねやつ、お、たまりました、ね、たまりました。3つ、まあ、ART 中のこれレア役とかでまあ貯めていくという感じですね。はい、お、どうですかダッチは。なんかあったかなと思いましたけど、はい、チャンス目だったんですかね今の。うん、そうですね、はい。あーちゃん今日終わったら駅前のラブホーで吉江さんと待ち合わせしてるんですよね。いやしてないですよ、始発に乗って行くんですよ僕はね、蒲田にね。いろいろと訴訟問題が起きていたせいか、見れるんですダッチくせーよ。いやーこれは本人じゃないな、これは本人じゃないな。明日なんかあるんです。明日はですね、営業中の生放送を、蒲田店から行いますので、ぜひ放送10時からありますので見てください。はい、これもですね、奈々が何ですか、バーが誰が戦うかみたいなね。そうですね、アスカ、綾波、シーンで今アスカだけですね。でバーが止まれれば、今はバーが1個しかないんで、赤七の赤のアスカが出てきてって感じですね。はい、はい、お、ちょっとこれ危ないですね。はい、これはレギュラーボーナスですか。そうですね、はい、またレギュラーボーナスですね。はい、さあダッチもボーナスきましたね。はい、さあ杉本はちょっと危ないです、ね、危ない、はい、ここ頑張れば、うん、あすか、ここでレア役引ければまた、はい、だから敵のゲージを減らせば継続と。そうです、いう感じですね、バトルシステム。おお、レア役、さあどうでしょう。ああ、ジャックチェリー、はい、当たり、おお、これで継続というところですね。はい、あ、ボーナス入った。なるほど、ボーナスね、おー、うまい、はい、あ、そしてダッチも僕も入りましたね。はい、当たりました、はい、二人とも一発で当たりましたね。はい、結構簡単ですね。なんか簡単ですね。結構サケリオン簡単ですよ、うん、簡単の回なんですね。2人ともサクッと ART 入りましたね、はい。あちゃん明日こそ小切れに好きです好きですって言ってください。あ、近くにいたら言います。あちゃん頑張ったらカマラリオ走る、いやいや頑張るよ。あちゃんがヒロハシで勝つとムカつくけど最近勝てなくてかわいそすぎるから明日は応援して、心配なんだよな。あちゃん昨日のカウター放送で引き使っちゃったもんな、確かに。あちゃんがガチで勝ちたいのはホットムソーだ。コーヒーができました、飲みますか。飲みたいです。ダッチさんって本名ですか。すごく卑猥なんですけど。いや僕ダッチはカンダツのダツですからね。あ、そうですね、カンダツさんですね。はい、お、ソウル2つ。そうですね、ここから特化ゾーンになりますね、ボーナスは。はい、あ、じゃあボーナスでいっぱい貯めると。そうです、はい、
じゃあ ARTC にボーナスも絡めてソウル貯めながらのって、そうですね。なるほど、なるほど。明日 何時に圧力に雪地を渡せば20倍になってくるんですか。なりません。あーちゃん試しにあるやつ打ってよ。あれは本当に当たらずにすごいハマる。また2300余りした。マジでそんな余んだ。あれあれ重いっすね。あ、重いっすか。いやでも僕前回打った時は結構サクッと当たりましたけど、はい、まあ、僕も1回、当たり引いたんですけど、はいはい、あ、これ 100% 学園だと思ってたら、なんかあの保留でまた700玉ぐらいが当たってですねそれで駆け抜けて終了してしまいましたね全くいいところが分からなかった感じですね。あ、杉本どんどん貯めてるね。そうそう、今5個になりました、ね。はい。そういえば明日の色と終わったらあっちゃん結構長い休みですよ。いや、そんなことないですよ。いろいろあるんですよ、お仕事がね。止まってるな。大丈夫か。はい。ということで ART は、純増が約 1.5 枚、まあ、ボーナス込みで2枚と。そうですね、いう感じなので、まあ、比較的そこまで遅いかって言われたら、まあ、最近の ART 機ぐらいの普通のスペックかなという感じはしますね、うん。結構増えてる感じはありますね。でも、あ、打ってる感じは。あ、山ちゃん、今頃ニヤニヤしながらブース近くの、いやー、カタダイ、あー、なるほどね。あーちゃん、アリア2は KS 代だよね。だよね、そうだと言ってよ。いやいや、まあ、打ち込みがまだ僕足りてないんで、あれですけど。どうですか、2人は、アリアは。あ、僕もまだ1回、1日打っただけですね。僕もまだ1回しか打ってないですね。どうですか、打った感想は。あ、面白かったですね。結構、あの、各編中面白くて。はい。僕は、まあ、あの主人公しか選んだことがないんですけど、いつ落ちちゃうのかなっていうドキドキ感はあるね。落ちたかなと思った時の、うん、当たった時とかは、うん、そう楽しかったですね。なるほど、はい。僕もあれアニメ全部すごい見てたんで。あれは見てるんですか。あ、見ましたね。あ、はい。お、なんかあの打ってて、あ、これ落ちたなと思ったらやっぱ落ちてたりしてたんですけど。あ、なるほどね。今はステージ変わりましたね。そうですね、今は。だからこう、はい、多分レベル的なやつだと思うんですけど。じゃあこうステージが上がれば、あの要はあのソウルが溜まりやすいような仕組みになっているということですね、はい。今これ溜まりましたね。あ、溜まった今。あれ、うん、多分今チャンスリップみたいになってたんで。あ、じゃあ、はい、チャンスリップ 100% 溜まるんですか。 100% じゃないです。今これが乗らなかったね、はい、さっきは乗ったんですけど、はい、100% じゃなかったです。なるほどね。駆け抜けの予感ですね。アリア大好き、カザナ、バイミルル。ああ、ミルルアリア好きなんだ。パチは打ってないですけども。あ、バチコはね。アリア大好き、シリアナ。いやいや、そんなこと言わないそんなことミルルは言わないから、うん、それは偽物ですねこれ、あ、シンジ、シンジ、ね、いいんじゃないですか、はあ。まあでもソウルが今ダッチさんのやつは2個しかないんでね。そうですね、ちょっと厳しいかなというところはありますけど。いけ。さあ、どうでしょう。あ、今無理やり、無理やり溜まりました。また、はい。なるほど。対戦中にも溜まるんですね。はい。で、アスカ。おお。おお。まあ、シンジ君じゃないと減らないですね。うん。めっちゃ狙えていますね。おお、二人。これはチャンスですね。で、3つ止まれば完全勝利みたいな感じですね。はい、クライマックス。はい、まあ、50ゲー、お、お、レア役、おお、ボーナスもありますからね、はい。おお、すごい。これどうなるんですか、ね。次も3つ揃った、これ勝ち確でしょう。これ勝ち確ですね。はい、はい。あ、いや、見せるね、杉も相変わらず1個しか使わなかったんで。あ、ダッチも勝ちました。いやいや、順調順調。あ、そうですね、はい、確実に負けたと思いますよ、ね。はい、ミルルン大好きだよ。ということは明日はアチャアリア2でいいですね。よくないですね。曲魂のルフラン流してください。選べるんですか、曲は。あ、そうですね、どうなんですかね。ボタンでは選べ、ね、調査していただけると。こういう時は説明書ですね。説明書まあね、入ったばっかりの信頼ですからね、まだね。でも 音楽選べるといいですよね。はい、やっぱエヴァは名曲揃いっていうところはありますからね。
あそこも取れなかったら全員が足りんじゃないか。ヒルズで打ってない。まあね、近くにあればいいんだけどね。杉本さんの引きすごすぎてやばいっすね。やばいっすか。あ、ありがとうございます。お、なんだろうこれ。お、なこれ気になってたんですよね、はい、ずっとこの役なんか分かりましたけど。あべ、取り、いや違うな、取りこぼしてないですね。あ、チャンス目ですよね。はい。お、なんか発展しましたね。はい。あ、はい、ボーナス？なんか怪しいですよね。そうですね。そのまま行っちゃいます。はい。決戦ステージ。はい、行きました。インパクトチャンス。あ、でもボーナス帳はちゃんと今日繋がれるんだね。そうですね。あ、ダツさんはステージが夜になったんで、これは結構、ね、チャンスドンっぽいですよね。大チャンスって書いてありますね。はい。まあ店の人ですからね、お店の人が配信で打つときは特別な何かがあるに決まってる。どういうことだろう。いやもう、はい、まあ、こればっかり何にもないときもいっぱいありますけどね。何も引けないときもね、多々ありますよ。うちは結構当たりますよね、見てると。そうですね、うちはまあわりかし配信内容はいいですよ、毎回。剛腕がいますからね、はい。エヴァも映画がやらないから内容が変わり映えしないよな。あー、そうね、大のね。さあ2個たまりましたね、はいはい。でももう300枚ぐらい出てるんですね。今300枚。まあ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 取れるね。結構スピード感はありますね。開始してまだ20分しか経ってないから、はい、で300枚ってことはまあ時速700、800枚ぐらいまでは頑張ればいける感じだね。エヴァンゲリオン A タイプなイメージがあったんですけど、はい、これでも A プラス AR っていく3作目になりますからね、はい、結構私最初のやつから打ってますね、はい、A プラス AR。 あ、エヴァ結構好きなんですね。あ、結構ちょいちょい子役来る感じしますね。そうですね、弱水か、はい、上段揃いは弱水か、斜め中段揃いが強水か。そうです、はい、おー、太っちゃ乗ったのか、はい。太っちゃダメだ、太っちゃダメだ、あっちゃん太っちゃダメだ。いや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 、しょうがないよね。でも、もしも1日だけ女性になったら何したいですか。あー、難しいですね。ちょっとこれ言葉を選ばないと難しいですね。まあ難しいですよ、いろいろ考えてから発言しましょうね。一つでもあれですね、女性専用車両とか乗ってみたいですよね。ああ、確かに電車のね、空いてるしね、あの普通の車両乗るよりはね。ああ、杉本はどうですか。僕、何ですかね、気をつけろ。危ないですよ、僕結構危ないこと危ないこと言いそうだった、今言いそうだった。まあね、いいんじゃない、素直な、なんかこれやってみたいみたいな。これやってみたい、はい。なんすかね、入ってんじゃない、入ってないのか、チャンス目か。これは、うん、あ、入ってました、すいません。はい、なんか子役引いたっぽいです、うん、あ、これ超チェリーです、はい。まあ僕は女性になれるとしたら、まあ女性しかできないようなね、例えばあのキャバクラとか、鎌倉、働いてみたい。ああ、働いてみたい。働いてみたい。働いてみたい。はいはい、なんかなと。夜の蝶にね、一回ぐらいなってみたいですね、女性だったら。ああ、確かにそうですね。そうなると。まあ男だったらまあ一応ホストとかありますけども、まあちょっと違うじゃないですか、ね。そうですね。戦闘だろう。なるほど、なるほど。それ男、男の感覚だったらまあそれもありかな。さあ、足立さんはどうですか。これ全然ちょっと厳しそうですか。厳しそうな匂いがしますね。お、お、お、うん、見たい。お、まあまあ減った。そうですね、次2体なら勝てそうですね、はい。お、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 あー、あー、アスカだけ2号機いけそうな。さあ、クライマックス、ね、クライマックスね、はい。結構このジャッジが長いから結構その間にも増える感じ、ね、あー、なるほどなるほど。ちょっと、お、お、お、エア役うまい、頑張れ頑張れ。あ、ダメからの、お、お、からのなしということで2連チャンで230万。そうですね、はい。
そんなの普通に乗れるじゃん女性車両。いやいや乗れないでしょ。ダチさん抱いてくださいミリルン。いやいや絶対これもミリルンじゃない。いや偽物臭いミリルンだね。1時間で当てないと当てない時が少ないじゃない。やっぱり特別な何かがあるでしょ。ないですよ。ね、放送で聞き悪いお店は新宿店かな。確かに新宿あんまり最近当たってない感じしますね。はい、あ、これボーナスですか。そうですね。プレミアでしょう。はい。カオルくんが、うん、あ、うまい。うまい。はい、おめでとうございます。ダッチ今なら多分バレないしれっとエヴァの パチンコのエヴァと入れ替えよう。あ、打つってことか。打つ。この台って、香川真司が戦う話ですか。香川じゃない。、ファンカヌミルルン当たったの。あったかな。あ、ファンカヌミルルンが当たったのですが発想はいつですか。いや、ミルルンは当たりません。、男になったらタッチションしたい。なるほど。うん、でもあんまり田舎はあるかもしれないけど東京とかまずないですよね。そうですよね。しかもあれ厳密には犯罪らしいですからね。ああ、そうですね。あーちゃんなんか夜の蝶が関の山、夜の画家、画家関の山だ。あそこが女性になったら MM 号に乗って純ちゃんと絡むんだ。いいね。あーちゃん松戸の火事は金町に影響なかった。いや、ちょっと分かんないな火事が。集結のそのってお経みたいなのが聞こえる部分がある。あ、曲の中で知ってます。結構静かな曲ですもんね、はい、サビ行くまでは。女性になったら戸塚の外店長を誘惑してみたい。ああ、久々に名前聞きましたね。あ、本当ですか。外店長ね、昨日放送だったんですよ。あ、そうなんですね。はい。男になったら堂々とポルノ映画を見に行きたい。ああ、僕一回も行ったことないですね映画の。僕あの大学で電車で通ってる時、はい、上野ら辺であの駅から見えましたね。ありますよね。上野にありますよね。だから一回行ってみたいなとは思うんですけどね。そうですね。でもなんかムラムラするわけじゃないですか、うん、はい、それのあれが大変ですよね見に行くとね。まあ、そうですね。ちょっと言葉選びながら。かなり嫌ですよ。そうね、そうね、うん、ちょっと恐る恐るしか喋れないですよね。林原さんは川見声優ね。あーちゃんなんかいつもしてるじゃん電車の中でも台振ってる時も。当たった。今 ART 中ですね杉本のようね、はい。女性車両に涼しい顔して乗ってくるおじさんたまにいるよ。あ、いるんすね。僕もね、一回初めてじゃないけど大阪に行った時に、お、例えば東京だと何時から何時までが女性専用車みたいな感じなんですけど、大阪って終日女性専用車なんです。あ、もうずっとそうなんですね。そうそう。でそこになんか、あ、もう電車来たから乗らないとって乗っちゃったら、たまたまそこが女性専用車で、あ、やばい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 みたいなのは相変わります。お、今日チェリーベルと一緒にチェリーが取れると今日チェリー。そうです。はい、お、はい、乗りましたね。あ、はい、なんだろう、すごいね引き。お役の引きが、あ、ボーナス。あ、今日チェリーですね。2回連続入ったね。ちょっとやってみます。うん、あー、はい、あら、すごいすごい。すごいな引きがマジで。面白いですよ。なんかこれサクサクいくと。はい。今15個。すごい。だこうやってなると、まあ、出るんだろうなっていうのがと分かりますね見ててね。もしコテッピーが女性になったら髪の毛は増えてくるんでしょうか。増えるかもね。浅草さん、朝披露宴で AKB のコスで出てきた出ません。浅草のストリップに行ってみた。ああ、ありますね。今来た気候な、気候なかなか食べまくり編。それ違う違う違う、それ中店だよね。今来たけどミルル見に来た。あ、寝まーすということでね。今日ちょっとミルルお休みなんですよ、ごめんなさい。嘘つけ、わざと乗ったんだろう、絶対そうだよね。違う違う、本当に分かんなくて。杉本さん、サクサクだって。僕が打つとタン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 やで。だってまあでもね、この辺は引きもあるからね、この子役のね。そうですね。でもポコポコ引いてますもんね。はい。勝負玉システムって北斗転生が初でしたっけ。あ、この勝負玉、そう言われてみるとそうかもしれないね。最近は増えましたけどね、いろいろね、うん、ありますね。でもエヴァはこれ勝負玉っていうよりどっちかというとギアスですよね。あ、ギアスね。あ、そうです。はい、その個数で相手のゲージ減らす系なんで、うん、はい。大体の男は女性を抱きたいと思うけど、女性も男をって感覚あるのかな。
どうなんでしょうね。そういう話は女性に聞いてみたいものですけど ね、まあ、ミルルンがいればねここに、ね、聞けたんですけど今日はちょっといないということ ね残念ながら聞けないですけど、女子ですが朝の女性専用車は快適です、とってもいい香りがする、ああでしょうね、なるほどね、まあ、こういう野郎いないですからねまあね、うん、女性です、わしも、ダンス、男抱きたい、うほ、杉本抱かせてくれ、女性じゃないですね、確実に偽物の匂いがします、明日は222の日です、ああ、2月22日ね、出ますか、まあすね、日付的には、まあ、どうでしょうね、引きがあれば、引きがあればね、おチャンス目、チャンス目、はい、すごいな、お、結構引いた、ま、はい、マリー次も引きが強いね、うん、いいですね、今何枚ぐらいですか、今572枚で、もう500枚、もう30分打ってないですからね、そうですね、1000枚いけるなこれ1時間で終わらないといいですね、そうですね、明日はニャンニャンの日、猫の日なんですね、にゃん、あ、222だからか、そうですね、確かに、あーはーはー、明日僕、隣の杉本って休みなんでね、はい、そうです ね、猫喫茶行こうぜみたいな話、2人とも休みなんですね、我々休みなんですね、なるほど、なるほど、お、ボーナスですか、出目的に、いや、押し順だったんで、あ、押し順だった、はい、継続、はい、いや、続きますね、まだ13個、そうですね、なんか一発勝負じゃないところがすごい、はい、いいかもしれないです、やれる気がしますね、やれる気がする、やれる気がします、学生の頃一番後ろの車両に乗ったら野菜とか運んでるおばあちゃん立ち専用だった、あ、行商の方かな、そうですね、茨城の出身なんで、まあまあ、たまにいますよね、そうそうそう、そういう野菜持って歩いてる方いますね、はい、あっちゃん明日は22,220発負けるんですね、わかりますいや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 、それ厳しいよ、そんだけ負けたら、7月77日があればいいな おまわりさん、ここに知りながら女性専用車に乗る大福餅に似たサクサクパンダがいますだからね、だからね、あの間違えたの、もう最近はね、あのもう分かったんで乗ってない、でボーナスがなかなか、そうですね、僕ダッチさんの方は来ないですね、来ないですね、マジで男性専用車を作ってほしい、ああ、朝からダッチさんみたいな男性の匂い嗅ぎながら、会社通いたいんですけど、ちょっとなんか違う趣味の人がいますよねでも痴漢とか あるじゃないですか、そうですね、女性が目の前にいるのすごい嫌なんですよね、満員電車で、でも手をこうね、なんか上げたいんですけど、なかなかね、荷物とか持ってたりすると上げられなかったりするんでね、おー2回目こんなよく揃うもんなのバー揃いって、次もこれで勝利確定と、だから送料減らさずに継続と、1個だけ使ってってことかな、ええ、うん、すごいな、引き強いね、いや君引きが強いフレンズなんだねフレンズ最近流行ってますね、うん、イトピーとゴムと元気ですか、あーでも今日イトピーさんお休みですからね、お休み、ゴムトさんも、はい、お休みです、はい、そうそう、全然罪じゃないよね、ダッチも ART 入れていいのよ、あ、もうさっき入ってたんですけどね、あっさりすっかり忘れちゃいましたねそんな記憶も、関西の気候放送で生放送が途中で配信できなくなったの初めて見たんですが、関東はそんなことあったんですか、よくありますよ、生放送でお送りしてますんでね、何分回線トラブルとかですね、しょっちゅうあるんでね、それはちょっと生ならではということでね、ご了承願えたらなと思います、あとの奥さんはそんなに負けてるのに怒らないんですか、財布があれですね、うちは別というかですね、自分のお金は自分で管理してるので、ね、まあ、いくら使っても怒られないですね、僕もね、はい、アツロクさんって結婚してたんですか、結婚してますよそう、知らなかったんですか、本当、知らないですか、しました、いや、そう、全然してます、マジでした、全然してますよ、うわ、むしろ、うわ、ちょっとなんか見る目が変わってきますね、もう10年ぐらいじゃないですか、あ、そんな、そうですね、そうです、見る目が変わるの意味がよくわからないですけどね、してます、してます、いや、ちょっと信じてたのにちょっと信じてた、ね、僕はできなそうってことですか、いや、その独身ボーイズとして、あ、独身ボーイズね、信じたのに、でもなんか独身
みたいな感じですけどね。いやもうそういう感じだったんで、もうずっとそんなもんなんだろうなと思ってますよ。あ、なるほどね、すごい。俺はデブ専用車両作ってほしい。圧力とか、ぬしぬぬぬぬね、ぬめぬめしてるとかで汗で、みんな痴漢保険に入ればいいんだよ。そんなのあんの？電車通勤だと本当免罪だけは勘弁だよな。そう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 、ね、あちゃんも気をつけて、疑われてもおかしくないから。いやいやいや、それはおかしい。ぬめぬめってまだ圧力くるくて、あちゃんも結婚している妄想を見ているだけですよ。10年も夢を見ていた。普通に女性専用車両だけ作るのって差別ですよね。正直どうかと思います。でもほらやっぱ痴漢に遭うとかね、危険のリスクが女性はあったりするからね。ダッチ受けるわら。あつろさん結婚してたんですかって、もう何ヶ月遅してるのよわら。あっちゃんの奥さんもそう。あつろくんには家庭の匂いしないんだよね。ああそれありますね、確かに。家庭にいないですからね、もうね基本的には。スロのガルパンで初めて2連覇したよ。すげえ、すごいね。2周したの、冤罪。あごめんなさい。あちゃんホモ隠しの偽装結構月500円で痴漢保険あるんだよ。マジで、そういうの俺マジで入ろうかな。アトロクさん結構電車で移動しますもんね。電車ですね。いや本当に怖いですよ、満員電車は。だって変なこと言われたらもう終わりじゃないですか。まあでもやっぱ間違わないためにもやっぱ自分の身守りたいですよね。そう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 。さあ次も箱使い出しましたね。ちょっとなんかそうですね、ちょっとガチャガチャやられてちょっと子供気分が悪いんですけど、でもあの僕これあの履歴とか見てたんですけど、はい、エヴァンゲリオン昨日8000枚くらい出てるんですよね。あそうです、昨日出てましたね。めちゃめちゃ出てる、すごいなと思って。だからやっぱ一撃性はあるんだなっていうのはね、この台。多分今杉本の隣の台ですね。そうそう、今日打ってない台が昨日8000枚くらい出てる、ART 118回って出てる。118回118回、やばい、ね、すごいですね。あっちゃんはいつも知ってるじゃん、ガラガラの電車でも捕まるわ。あそこ六角さんだから大丈夫。府中に来るときは京王線で来なさい。来ません。京王線混んでるんでね。あそうですね。最近あのイトピーが教えてくれた遠回りする来方があるんですよ。府中本町を回ってくる、 あっちの方で最近は来てるんで。放送前にあっちゃんが痴漢で捕まって放送できなくなったとかなったら悪いけど笑っちゃうかもしれない。いや笑うでしょそれ。絶対笑うよね。あっちゃん前科もんだから前科はないですね。私今まで露出狂に5回は会ってる、相当高確率じゃないですか。露出狂僕見たことないですね。まだ先の話だけどさ、今年の大晦日は日曜だから去年に続いて年越し放送ないじゃないか。ごめんなさい、僕お休みってことですね。嬉しいな。あとはホモで通せば大丈夫。なるほど。おなんか杉本のはよく2個も止まるし。そうですね、あともう少しで、やっぱりボーナスですね、これで。あ、だってたまボーナス、はい、久々に聞いた気がします。はい、圧力豚だから豚箱入っても大丈夫。2枚。あとそれでも僕はやってないって言い通してね、それ映画ね。うまい、うまい。あれ小窓も見るるんかと思ったらあっちゃんじゃねえか。そうですよ。電車空いてるのにわざわざ隣に座ってくる人いるよね。あーまあでも僕はあんまり隣来ないですね。まあ太って、僕は太ってるからね、隣きついのかなと思ってね、多分ね隣あんま来ない。ご褒美フリーズ発生でインパクトらしかった。はい、ご褒美、ご褒美、だ一応その特化ゾーンみたいなボーナスもあったりするんでね、まあ、その辺見せれたら今日最高かなという感じですね。残り20分です。残り10分、はい、杉本なら引くな。1000分の1を、はい、あと捕まったらおまわりさんがまたお前かって言うよね。言わないよ。言わないよ。どんだけ捕まってんの俺。今回のボーナスはダメだと、ね、ダメでしたね。はい、まあ、要するに完全告知ってことですね今のはね。はい、見てみてかったんですけどね、どんなの。あっちゃんごめん、デバ座ったらダメだよ、椅子に収まらないでしょ。いや一応収まる。一応ね、大丈夫だ。今度はみんなでエンデック本社に年末配信してもらう投書をすれば年末年始はやってくれるさ、配信を。ああ
そうね、まあ来れば誰かがやるかもしれないですけどね、もしかしたらね。やっぱ年末はもう皆さんお休みなんですか？いや、そんなことないですよ。店舗次第でやるっていうお店は年越し配信やったりとかするお店さんもありますし、本当にお店によってですね、うん、だ僕は今年、じゃ去年の大晦日は何もなかったんですけど、一昨年は普通に年越し配信を戸塚店で、あ、戸塚店、明けましておめでとうみたいなやりましたよ。11時半ぐらいから放送始めて、はい、やりましたね。お次ダッチに行っていいよ。はよ当てろおっさん。言えないですね。いますね。煽りがすごいね、煽りが。確かに、隣に太めの人が座るといいなって。あーちゃんは聞こないが完全に消えてしまったからな。愛しかないですよ。あんちゃんの息遣いを思い出すじゃん。なるほど。まあでも言ってもこれ1時間もう700枚超えてる。そうですね、ちょっとボーナスが重くなってきたかなと思うんですよ。はい、ボーナスあと2回ぐらい絡めば多分行くんじゃないですか。先輩いきますよね。はい、楽しそうだねその台。うん、楽しいです、うん、ちょっとびっくりしちゃう。でもその8000枚ぐらい出てた昨日の台って、うん、ART が118回ってことは50ゲームかける118ってことですよね。まあ単純にそうですね。まあ6000ゲーム近く ART をやってたと、はい、考えるとすごいね。すごいですね。そりゃ純増2枚で考えたら8000枚出ますね、うん、出ますね。今気づいたんだけど圧力映画出てたよね。ベイブって映画に主演で歌じゃないか。年越しは三重で放送してる。ああ三重ね。三重はなんか一応今年も営業はできるみたいですよ。おーおー、うん、いやーなんか楽しそうだね。当たりましたーボーナス。ありがとうございます。はい、もしもエヴァンゲリオンが実写映画化されたら見たいですか？あ、流行りですからね、うん、実写ってね。自分はハリウッド版だったら見るかも。あ日本版だったら見ないってことか。同じかもしれないですね。ダチョウ優しいから通常時を見せてくれてるんだよね。いやそういうことですね。やっぱ、うん、ART だけだと飽きちゃいますからね。まあまあ確かにね。あ、まあ、普段ね打つのは通常時の方が多いわけですからね。そうだね。あ、ファール乗りました。14個。はい、あんま減らないっすね。そうだね。本当に一発逆転台なくなったよね。8万負けまくる展開がない。もう終わりかなこのゲーム。そんなことないっすよ。2万発ぐらいはまあまあ出ますよザラにね。女性で坊主頭ってどう思いますか？そういうファッションしてると思いますもんね。いますけれども、うん、まあ、自分の彼女だったら僕はちょっとやってほしくないかなっていう。あ、僕全然あり、はい、全然あり。全然全然次も僕も金髪の坊主とか女性の方とか全然あり。いらっしゃるのはありですね。あ、はい、まあ、エヴァにも出てきますからね、リツコさんみたいなのね。あ、リツコさん単発しましたもんね。高架機動隊の実写映画やるよね。あ、やりますね。あ、オールナイト毎年のように、今年が最後って言われてるけど結局続いてるよね。うん、圧力映画は見ないんだっけ。あ、見ますよ。僕最後にあれ見に行きましたよ。なんとかホテル。あ、本能寺ホテル。あ、本能寺ホテル、そうそう、本能寺ホテル見に行って、開始5分で寝て終わって、起きたら終わってましたね。いや、はい、お金もったいない。僕最近5回ぐらい映画見に行ってますけど、はあ、まあ、8割寝てますね。だいたい居心地が良すぎますね、映画館っていうのはね、うん、本当に。それはもう偽装の嫁さんと言ってるんですか？いやいや、行かないですよ。そんなのもう、おい、もういっぱい行く人はいますから、映画をね、見に行く人はね。圧力だってそれカツラじゃん。君の名は。あ、君の名は見に行ってないの。あ、面白かったですよ、あれ。どうなん、でもすごいんでしょ、あれ、興行収入。いや、もう今、まだやってますからね、映画館で。アジア六冠ってやってましたね。すごい。圧力さんは今年の年末もお休みするつもりですか？はい。圧力さん、出家したんじゃなかった？してないですね。あちゃんが丸坊主が嫌いなのは、あちゃん自身が実はスキンヘッドなんだよ。さしてあげて。ダッツさん、今日ミドルで50K 負けて、アマで45K 取り戻して、
サイドミドルで 30K 負けた俺を優しく抱きしめてくれ、いや波乱万丈ですね。あまでそんだけ取り戻したらすごいね、うん、すごいですね確かに。あっちゃんハルクに出てましたか。いやいや、あの緑色のやつ。映画のポップコーン食べる、食べる、食べないですか皆さん。僕食べます。僕は、うん、あれあれですね、あのアメリカンドッグみたいな、あ、はい、ああいうの食べて映画内はずっと静かに見てます、はい、あ、マジですか。僕はあのポップコーンの一番大きいサイズを買ってですね、あの一番大きいサイズのジュースの、あのメロンソーダを買ってむしゃ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 して5分したらあの寝るっていう、いやアメリカンスタイルですよ。そうですね、だから奥さん妄想なんだって。昔の最有機で夏目雅子は三蔵推しやってたけど綺麗だったよね。あ、そうですね、結構昔だね。かなり前ですよね、西田敏行みたいな。キコラの皆さん、あっちゃんのカツラよくできてるでしょ。本当気づかなかったです今まで。ほとんど変わらない。あとスーパーマリオに出てくる土管みたいだね。土管、ついにあの人じゃなくなったね。コメントのせいでキャラメルポップコーンが食べたくなった。美味しいよね。ただの豚だな。そうですね。まだいけるわ、シンジ君。シンジ。てか今はアマの方が継続率高い台があるから、アマの方が爆発する可能性がある。ああ、確かにそれはあるかもね。うん、でもこれアスカとシンジのパターンは今までなくないですか。ないですよね。ないですよね。そろそろ、うん、まあ、出してくれそうですね。シンジ、はい、なんだ、何も引いてないのに、うん、発展単独がこれで当たれば、うん、ああ単独ですね。単独抽選もあるということですね。ボーナスね、やっぱご褒美フリーズが見たいから、うん、アスカで、アスカで、銀河乙女のアマスペックいいよね。銀河乙女はアマじゃなくミドルもスペックいいですよ。そうですね、僕もあれすごい打ちました。俺はヤマトオンリーワンがなくなったらパチ引退を考える。あ、面白いね。でもヤマトオンリーワン好きだったらタイガーマスクもいいんじゃないですか、うん、ね、一撃性ね。やっぱヤマトの方が199分の1ですからね。あ、そうですね、256じゃないと。そうそうそう、たまに打ちますけど、うん、あっちゃんがむしゃむしゃ食べるっていうとどうしても千と千尋の絵が思い浮かぶと。それも豚じゃないか。本当にお父さんとお母さんでしょ。ご褒美、ご褒美、これがご褒美。え、ちょっと待ってください。これでこれであのインパクトラッシュ確定ですね。確定、あ、ボーナスじゃなくて、あ、 ART が確定したと。そうそうそう、 ART 確定です、はい、はい、おー、いいですね。なるほどなるほど、まあご褒美ってそういうことか、はい。Y、 プリキュアの映画見ながらビール、ホットドッグ、ポップコーンのトリオを決めたね。すごい。てか元気玉まだ17個あるんですか。11個ですね、はい、結構今使ってますが。圧力明日何です。これ多いな。だからあのブースから近い位置を打つと思います。ダッチさんは家にダッチワイフ置いてありますか。いや、置いてないですね。はじめまして、天皇一大事と思っていらっしゃい。タイガーマスクは学園中苦行すぎる。ああ、あの僕打ってないんですよね、タイガーマスク。あ、マジですか。あ、まあまあ僕好きですけどね。あんたバカ、俺の知り合いの海アグネスアマで75連で2万4000発出したって。すごい、75連知り合いが75連とかするの。すごいな。この度圧力機構内を取り戻す会を設定しました。もっと働いてください。頑張ります。ライトは突破型好き、モンキーみたいな。モンキーターンいいよね。だからアリア打ってよ、あれで大爆発するところ見てみたいんだよね。僕まだ4000発ぐらいしか出てないですね、アリアは。いや、いいですね。僕1200発ぐらいですね。おー、ボーナス。なんか一気に固まってきましたね。はい、いや、でもこれちょっと面白い。あ、ビッグ、おこれビッグですね。ビッグ、あ、黄色が見えない。初ビッグじゃないですか。黄色が見えない。これだ、ドン、はい、おーしゃーしゃー、おはようございます。あ、ビッグ重いですから。いや、引けましたね、ビッグ。あ、引けましたね。150枚ですね、これ。あ、これでまたね、エヴァソウルをいっぱい貯めて。そうですね、はい、継続を。
どんどんさせて出玉を増やしていくと。あ、もうだいたい出るビジョンは湧きましたね。そうです、もう今日のこの2台を見てたら分かる分かる。そうですね、確かに、うん、1000枚いきそうですね。1000枚いきそう、いきますいきます。1時間から1000枚あるんで、はい。あ、でもビッグ中なんか1回だけ技術介入ありますよね。あ、左にチェリーが出て真ん中敵とうちの右リール赤7上段ビターだったかな、確か。もう一個もしたんですね。はい、あ、これそう、はい、それで一回やるとみたいな。なるほどなるほど、はい。アマで2万発で出ました。アリアってプレミア率が高いってなんか選べるんだよね、あれ。そうですよね、はい。圧力が大爆発するわけないだろ、失礼だわ圧力に。いやいやいや、あちゃんなら配信でなら大爆発できるきっと。山ちゃんと癒着してない。タマフル、最近の台は目押しできないと打てないんですね。いやでも打てますけどね。うん、まあ、そうですね、うん、回入とかもあんま気にしなくてもいいわけですからね。設定そのまま置いとけよ明日。あ、お待ちしておりますよ。圧力が養分になってこそ圧力なんだよ。もっと雪中世の中に放出してください。圧力コーナーには出玉で勝ってる、負けてるんじゃないですか。集結の豚聞かせてください。集結の相談流れどういう風な条件で流れるんですかね。そうですね、僕の今ビッグで魂のルフなんですけど、うん、さあ10分切りましたよ。おお。早いですよ。あー、危ない危ない。次も当たりっぱなしですからね。そうですね、本当に。あーちゃん、イローズ4連敗にならないように祈って頑張る。でもなんかビクチはあんまりさほどたまんないですね。どうしました。いや、なんか音楽が流れてる。2人の海物語聞かせてください。それあの演歌でしょ。金富士だよね、確かね。アトロクさん、今夜は徹夜でそのまま蒲田行くんですか。そうですね。さあ、残り10個ですね、ハジモンは。おお。でもこれ、毎回これ狙うの結構面倒っちゃ面倒かも。そう、うん。お、うん、2個。お、ガンガン使ってますね今弾。うん、ザーレイ、朝お土産あるんですか。あ、来てください、ありますよ。今のパッチはヒットアンダーウェイじゃないと勝てないから圧力が負けると予想。ああ、そんなことないと思いますけどね、うん、出るからずっと出てますよ。ドラゴンボールがパチカするようになったら大ヒット間違いない。まあね、判決がすごそうですね。オープニングについてエンディングもなんか面白いことしてくれるんですか。だら、いや、もうそれはもう杉門が。それはもう、お、杉門。じゃあ歩いてカウンターで行くのお疲れね。歩きません。ドラゴンボールも好きだけど個人的にはスラムダンク来てほしい。あ、スラムダンクのスラムダンク、バスケ難しそうだけどね。あ、ドラゴンボールスーパーおもろい。なんでどこの店舗も1時間放送になっちゃったんですか。まあまあ、決まり事ですね。全店舗で決めましょうっていうので1時間、ね、決まりますね。いやー、終わるかもしれないですね。危ない杉本、でもこれで勝つでしょ。だってもうそんだけしかないんだよ。だっていきますかね。いけるいける。ほら、あ、2つ出た。アスカと、あ、じゃあレイとシンジ、うん、このパターン初めてかもしれないね。もうミサイル構えてますからね。やる気満々。勝つでしょこれは。お、おお、うん、お、当たりました。ダッチ、ここがボーナスって引かんすね。あ、すごい。すごいねこれ、うん、あ、これすごいですね。おー、この上にボーナスって出てるんですよね。一気に一気になんか出る感じしてきましたね。はい、メタテコナン打ちたい。冬空はなんでスローできないのかな。もうワンチャンあるけど、多分あんまりパチスローユーザーってやっぱパチンコユーザーに比べて若いんで、あんま受けそうな気はしないですけどね。あ、あ、
危ない、残り0個だったんで、はい、AT フィールド全開いってます。あ、これで勝てると。あれ何かスイカだな。スイカ、スイカ取り込みましたね。はい、ケト君、目立てコーナー来た。府中にコーナーあったっけ。最近できたの。最寄り駅どこですか。あ、もう京王府中、はい、京王府中駅降りてすぐですよ。はい、昔はね、金橋だとそうですね、という名前だったんですけれども、はい、名前変わりまして、今日の府中店ということで駅前にありますのでぜひ遊びに来てください。はい、お待ちしてます。1時間放送になったのはあっちゃんがめんどくさくなったからだよ。今日ラオン社も社長も2時間配信を希望してたのにひどい話だよ。いやいや、僕にそんな権力があるわけないでしょ。エンディングに杉本のポロリありますか。杉本なんですか。ポロリ、あ、杉ポロ、杉ポロ、杉ポロ誰か見たい人いるんですか。需要があれば需要があればぜひ。いやいや、もう全国の男性ファンがね放っておかないよね。エヴァの影響か、今日アベマの視聴数多い。あ、マジで、ね、あ、560人多いですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんでミルルいないんですか。まあそうですね、社会的な理由ですね、やっぱり。社会的な理由どういうことですか。いや、まあ、働く時間が今日は今日早番だった。そうそうそう。ああ、なるほど。あと明日は勝田寿司ですか、焼肉ですか。明日ね、ちょっと夜予定が詰まっちゃってる。安西先生勝手にはプレミアですか。まだダッチの AT フィールドは全開なの。いや、もういつももう全開ですね。一眼放送でも見どころたっぷりだね。さすが松戸店ですね。違います。違います。どこですか、ここは。あの、アゴ加藤君だった。今日ここはね、府中店でございますよ。ポロリいいから経営のカップ麺食べてください。いやいや、今日イトピーいないからといってそういうね、暴挙は出れませんね。やばいです、危ない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 です。リアル安西先生が今画面に出てるじゃん、俺ね。、うん、俺でも僕あの60歳ぐらいになったらあんな感じになるんじゃないですかね。お、期待度 3.5、うん、あー、うん、あ、でもダッチがもうソウルが12個ありますから。いや、そうですね、なんだかんだハマりましたね。次もあと1個、あと1個、はい、先強かったです、うん、でもどう、体感的に一戦要は勝つのに何個ぐらい使える感じ。でもなんか結構今こう、うん、第4首都とかだともうゲージ2本しかなかったりしてるんで、はい、あ、じゃあ対戦相手にもよると。そうですね、こういうのなら多分5、6個あれば勝てんじゃないかなと思うんですけど、ね、なるほどなるほど。あと明日の披露と頑張って頑張るよ。お次放送出てからお客さんに声かけられましたか。放送出てか、あ、かけていただきました。おお、あ、ダッツさん3人出動。全開した。いいですね。おお。上回る、回ってんですね、上のやつ V になって。あ、本当だ、回ってますね。はい。じゃああと1年くらいで安藤先生になるじゃん。今59だよね。違うよ。ねねダッチ、自転車を止めるのめんどくちゃい。あー、ちょっとそうですね、うん、自転車の止めるルール変えさせてもらっちゃったんで。あ、そうなんか。はい、まあ、あの結構あのうちで遊戯しなくて止めてっちゃうみたいな方がいたので。ああ、なるほどね。若干ちょっとあのお店をかませるようにしちゃったんで。はい、なるほど。そうですね、とか申し訳ないです。失礼だけど、あ、ジョンナムとあっちゃんが似てると思った。なるほど。ってことはあっちゃんは蜂蜜二郎にも似てるんだね。杉本さん、エンディングに、ええ、こんな感じでやめてやると言いながらバット振り回してください。で、それはね、ちょっと大問題だけど。大問題です。あ、ということで次も終わったかな。終わっちゃいました。はい、あ、負けましたね。なんかあるんですかね。ああ。いや、まだまだ。何枚ですか、これで。これで1109枚。1109枚。まあまあ取れたね。1100枚。はい。うまいっす。ぴったり。1時間で1000枚出ればね。そうですね。まあまあまあ、まあ。じゃあ次のダッチさんの勝負を見てエンディングいきましょうか。わかりました。はい。勝利してエンディング。最高の流れでいきましょう。いやー、果たしてそううまくいくのか。いや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 、そこはね、やっぱ 見せれるでしょ。いやー、でも結構スロット大好きで打ってますけど、はい、この手のこの数ってすごい苦手なんですよね。なるほどね。はい、やっぱあの北斗修羅とかもすごい好きで打ってましたけど、うん、はい、26連敗とかしましたからね。ある、たまにある、そういうのね。お次よく頑張ったね、またプライベートダメだよ。頑張ります、うん、はい、明日せっかく休み週なので ね、 そうですね、
あ、おにぎりが北の職人様の髪型にすべきですね。え、私杉門がカウンターにいるときに声かけて笑ってしまう。 ありがとうございます。覚えてます。あ、覚えてる。さすが、はい、嬉しかったです。またよろしくお願いします。まあ残りあと12ゲームですね。いやでもこれは僕もちょっと1回は打ちに行こうかな、ね、うん、ちょっと見てる感じ面白そうだった。そうですね、確かに、うん、一応天井がですね、ゲーム数で言うと777ゲームなんですけど、そこまでハマったら、ART で、あとボーナス9回連続数そうですね、でも、次回 ART という感じになってますので、まあまあ天井狙いでもね打ってみてもいいかもしれませんし、普通にね楽しみるために打ってもいいと思います。あ、天井低いのいいですよね、777って。そうですね、まあ、ボーナスも軽めですからね、うん、そうですよね。お杉ピーコ、はい、ピーコはどこ？ピーコは、うん、ピーコはですね困ります。さあバトル来ましたね、はい、じゃあこれがお店のメダルなのに勝ち盛りしようとしましたね手が追いつかないんです。なるほど、時間です、はい、じゃあこのバトルを見てエンディングいきましょう。わかりました。こんな挙動のエヴァ打てたら最高だよな、府中店頼みますよ。いやー、頼みます。お越しください。あそこさん、エヴァンにユキチ何人連れてくるんですか？10人ぐらい。お、なんか剣道が初めて、初めて出ましたね、そんな。おー、最高の見せ方さすが。あー、剣道だと勝ち格とかになるんですかね。うん、はい、ありがとうございます。ということでお疲れ様でした。いや、いい感じじゃないですか。そうですね、いい見せ方ですよ今日は。はい、あっちゃんもおにぎりに毒でやられないように、はい、気をつけますよ。はいはい、よし、じゃあちょっと待ってくださいね、カメラを。はい、はい、ちょっと待って、どうかな。ベベベベベベ、はい、ということでお疲れ様でした。はい、今日はパチスロのエヴァンゲリオン勝利への願い、はい、こちら打ってきたわけですけれども、まあまあ1時間にしたら上出来のね。あ、そうですね、もう内容だったんじゃないかなという感じですね。次ももう一撃で1000枚そうですね、1時間ね出ましたし、楽しかったです。まあ足立さんもなんか最後の方結構まくって ね、ちょこちょこ当たってましたね。はい、まあまあ面白そうな台だなっていうのはよく分かりましたね。はい、はい、ということでね、最後に告知お願いします。はい、まあちょっとポスター、これは今日の真相回転なんですけども、はい、来週の真相ではスロットの最新台、はい、みんな気になるモンキーターン3とかもついにもう来週解禁ですか。はい、モンキーターン3、はい、なんかそういうのも、はい、この後控えておりますので、はいはい、ぜひお店の方にお越しつつ、はい、次の寝台の方もご期待いただければなと思っております。はいはい、よろしくお願いいたします。月曜日ですか？月曜日ですね、はい、来週月曜日、はい、真相開店ということで、ね、皆さんお待ちしておりますね、はい、よろしくお願いします、はい、次回の放送はまた来月中旬ぐらいですかね。そんぐらいになりますね、はい、またミルルまた1ヶ月後次はミルル出るかな、ぜひねそれにもご期待、いただければと。ミルルいないだけでもソーバッシングですよ、ね、おすぎアドリブ弱かったな、ごめんなさい、うん、目押しできないので打てません。いやいやいや、でもね慣れればできるようになりますからね。そうですね、はい、でも他の台に比べると結構見やすい感じもしますね。あ、エヴァは、はい、オツル、ダッチのお胸がわらわら、お胸が？あ、もう胸筋が、ダッチまた少し太っただろう。いや逆ですよ、結構痩せたんですか？1月から10キロぐらい痩せてます。結構痩せて、はい、痩せたんですね。まあイトピーに言われたんですけど、元があるから10キロ程度じゃなんとも、あ、変わんないよということでね。そうで言われましたね、はい、ということで、来週真相会でありますので、はい、ぜひとも気候の府中で遊びに来ていただければと思います。それではということで、本日の放送この辺でお別れしたいと思います。また来月お会いしましょう、はい、さよー、はい、またお会いしましょう。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく前も言ってた。キコーナ。